市行政情報番組まるっとつガイドです。11月も半ばを過ぎ、紅葉の色づきや街で流れ始めているクリスマスソングなどで、もうすぐ秋から冬へ移り変わるんだなと感じられます。行く秋を堪能しながら、来るべき冬の楽しい計画を立て始めてもいいかもしれませんね。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、6日日曜日、富士方にある津ボートレース場で第6回津環境フェアが開催されました。7日月曜日、ブラジル連邦共和国サンパウロ州オザスコ市の市長を団長とする訪日団が市役所本庁舎を訪れました。12日土曜日、大門の津市センターパレスホールで津市4大学生町おこし隊の第4回交流会が開催されました。市内の幼稚園を紹介するコーナー、僕の私の園自慢、今回は育成幼稚園と安西宇治井幼稚園を紹介します。市内の名所旧跡などを紹介するコーナー、歴史散歩、今回は旧秋良村役場庁舎をお送りします。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。